どうもかげやんです今日はですねアウトするアウトプットする場所を作るっていうことについてお話しさせていただきます。えー、っとねアウトプットする場所があればというかば、えー、アウトプットする場所があってアウトプットすることをするすればですねえー、まず あのそのアウトプットするためにですね、えー、インプットしなければいけないですね。でインプットしてですねほんでアウトプットするというふうになると思うんですけどもそのアウトプットすることによってですねインプットしたものが、えー、理解できると。 えー、理解しないとですねアウトプットはできないからですねだからイン,インプットしてそれをアウトプットするために、えー、理解してですねでそれを分かりやすくというか伝えるためにですね、えー、しっかり理解をして、えー、インプットしたものを理解してアウトプットするという。 流れですねだからそのアウトプットする場所を作ることによってですねアウトプットをすることになりますよね。そのすることによってですねあのインプットの理解が深まるんであのアウトトプットすするる場所を作るのが大切だとということになりますちょっとややこしい言い方をしてますけどアウトプットする場所があるからこそインプットすると。でアウトプットするためにインプットしたものをし,しっかり理解すると。 しっかり理解したものをアウトプットすると。 ということですねそれと同時にですねアウトプットしながら理解するっていうこともありますねでアウトプットしたことによってそれが自分に、えー、こう身につく状態になるっていうこともありますだからアウトプットする場所を作るっていうのは非常に重要なんですねだから何かを身につけたい場合とか何かをこう発信することがねやっぱりその身につけたい場合には重要になってくるとそれが大切なんじゃないかなというふうに思います だからあのなんか勉強するだけじゃなくてねアウトプットする場所を作,る作ってですねより、えー、インプットしたものを、えー、理解するようにしてですね自分のものにしていってください。ということで、えー、アウトプットする場所を作るっていうことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます